はいどうも、アシローチャンネルです。前回の動画で2020年のてっぺんグローブの全型を紹介してもらいました。で、動画の最後に自分が一番気に入ってたグローブの MIE というグローブ、今年の2020年から出るグラブで初めてこの前触らせてもらって、自分の取り方、最近使ってるこのひねり取りに合うんじゃないかってことで一つ作っていただきました。それがこちらになります。前回の動画で最後にちょろっと紹介しましたが MIE ということで、コンセプトとしてはこれまでの ATM2 のコンパクトで小さめのつかみ取り、そして RM6 の大きくて当て取り重視の、まあ、間というか、そこになかった型番ってことで、この MIE というのが今年から販売されております。で、自分最近一番使ってるのがエールストーリーのグローブでして、それは結構こうハサミ取りというかいう風に今使ってるんですけど、このてっぺんの MIE っていうのもその似たような感じでこうハサミ取りをするような、ひねり取りというかこの奥でしっかり引っ掛けて取る、こういうグラブになってるそうです。で、自分ゴロ取るときはやっぱりこの右側を使って、まあ、当て取りっていうかこの面でボールを補給する。で、タッチプレーのときは奥でこうしっかり取ってタッチするっていうのがあるんですけど、本日はこちらの新型 MIE を実際に使ってどのようなグラブかっていうのをお伝えしていこうかなと思います。で、てっぺんグローブ気になってる人も多いと思うので、これまでの型番を使ってみた自分の個人的な感想もお伝えできたらいいかなと思います。片付けもはじめさんにやってもらってだいぶ柔らかいので、キャッチボールとノックをしてどんなグラブかっていうのをお伝えしていこうかなと思います。で、今回は軟式を使ってやっていきます。はい、早速キャッチボールしていくんですけど、今の感じではこういう感じですね。まあ、軟式でもそこまでこう弾くことなく、片付けをしてもらってるってもあるので、多分普通にこう使えるんじゃないかなと思います。いきましょう。今使った感じ、これまでのてっぺんグローブ、やっぱり軽さっていうのは前からあったんですけど、大きさが個人的に大きすぎると感じたのと小さすぎると感じたのがあったんで、本当にその間の大きさで、まあ、個人的には最近使ってる大きさに似てるかなというふうに感じます。あと革自体の厚さも選べると思うんですけど、これは何もしないで通常の薄くもせず厚くもせずってことで、まあこれ今軟式で使ってますけど、多分硬式でもそんなに痛くないんじゃないかなと思います。で、てっぺん自体の革は馴染みやすい革を使ってるってことで、カッチカチの硬い革ではなく、ちょっとこう赤ちゃんの肌っぽいような肌触りの良い革で、しっとりしてる革になってますね。もうちょっといきます。最後に持ち替えってことで、ちょっと持ち替えを意識してこう当てる持ち方でやってみます。はい、はい、というわけで今キャッチボールを行ったんですけど、片付けをしてもらったっていうのもあり、しっかりこう奥で掴むのと、あとは喧嘩ボールの時にここでこう弾いて送球もできるかなと思います。で、あと、まあ、ゲッツーとか持ち替えも入ってくると思うんですけど、 ATM2 という型番の小さいグローブは結構この奥で一箇所で掴み取りをするグローブで、 RM6 はどっちかっていうとこう広くてこう中で転がせるグローブだったんですけど、その間の MIE ということで、もう個人的にはこれが一番好みかなというふうに思いました。まあこれまで型番がそこまで多くなかったんで、その ATM2 の 5mm カットとか RM2 の 5mm カットとかはあったんですけど、基本的に形のベースは一緒だったんで、いい意味でてっぺんらしくないというか、新しいなというふうに感じました。で、てっぺんを取り扱ってるお店がありますので、そちらで販売開始となると思うんですが、今回はこの MIE っていうことで、あと外野用とかピッチャー用も今年販売されているそうです。で、最後にノックということで、まあ自分がいつも使ってるひねり取りってことで、そんなにこう変化はないと思うんですけど、最後実際にどんなのか使ってみようかなと思います。じゃあ行きましょう。
はい、というわけで今こちらのてっぺんの MIE のグローブを使って実際にノックを行いました。今回は片付けをしてもらってるっていうのもあり、シングルが非常に入りやすいっていう風に感じたのと、まあ、あと大きさがやはりこれまでの ATM2 と RM6 の間ぐらいってことで、個人的には一番好きな大きさで、使っててこう小さすぎるなとか大きすぎるなっていうのは感じなかったというのが感想です。で、革自体は自分が前使ったてっぺんの時よりも少しこう変わってるってことで、色が少し濃くなって、この赤も色落ちしにくい革に変わってるってことで、まあ、高校生とか大学生の方で練習で日に当たってしまうと、やっぱり日焼けしてグローブが色落ちしてしまうってこともあると思うんですけど、以前に紹介した動画の時よりも色は濃くなっているという風に説明をいただきました。で、あと使ってみての感想なんですけど、やっぱり革自体はこう張りが強いっていうわけではなくて、逆にこうしなしなってわけでもない、その間ぐらいでこう手に馴染みやすいような革でボールを扱えると思うので、3月ぐらいからこうお店にサンプルとかも並んでくると思うので、一度この MIE っていう型番チェックしてほしいかなと思います。あとはラベルとかもこういろんな種類がありますので、これとかは新しいモデルなんですけど、他にも白系のもんとか金が入ってるやつとかもありますので、そっちもチェックしてみてください。そしてこの型番の MIE だけではなく、他の型番どんなのがあるかっていうのも前回の動画でてっぺんのはじめさんから紹介いただいてますので、そちらの動画も概要欄からチェックしてみてください。取り方は全然人によって違うと思うんで、これが合う合わないはあると思うんですが、個人的に今使ってるエールストーリーとかに似てるのでいくと、この MIE かなというふうに感じました。そんな感じで今回はてっぺんの新型版 MIE を実際に使う動画でした。また他にも新しいグローブ等ありましたら動画で紹介していきますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。よいしょ。そして今回のプレゼント企画です。まずはこちら、ローリングスの東京オリンピック仕様の軟式グローブになります。こちらオリンピックのエンブレムを再現したカラーリングプラスゴールドとホワイトが入っており、めちゃくちゃ目立つグローブとなっております。草野球で使ってたら間違いなく目立つド派手なグローブ、こちらを1名様にプレゼントします。ラベルにもゴールドが入っております。続いてこちら、フィールドフォースのインサイドアウトバットになります。こちらは昨年末にブレイクしまして注文が殺到したバットとなります。ボールの内側を打つことができるようになるためのバットということで、ぜひ一度試してほしい野球ギアになっております。
チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。ありがとうございました。